はい、皆さんこんにちは、りょうです。今回は魔導光学装備についてのご質問をいただいたので、私がね普段運用している、ビルドについて簡単にねご紹介していこうと思います。で、魔導光学装備のその追加スキルの組み合わせ、まあ、例えば D ラインに対しては15秒で 3% 上がるものがいいんだとか、HP95% 以上の時の 25% アップだね、まあこういうものがいいのかとかっていうのの、話題とか動画、まあ至るところにねあると思うんだけど、コンテンツによってその最適解っていうのが変わってくる部分があって、例えば私が使ってるセレネに関して言及すると、セレネに関しては今ねこの15秒ごとの 3% アップ、最大 36% アップする装備、これがまだ一つしか来てないので、これと、HP95% 以上の時の 25% アップと防御無視の 25% アップ、これらが、2つ来ています。うん、でエクリプスに行く場合は攻撃力が 5% アップして15ウェーブ間トータルで 75% 上がるよっていう、あの装備なんかもすごくいいんだけど、これ体装備 のこの3%×15、12スタック。この装備と、ちょっと部位が被ってる都合上、つけてないんですが、おそらくまあそっちつけた方が多分私の場合は、火力が出せるセレネになるのかなっていうのは思うんだけど、これちょっと表にまとめてみたんで、ざっくりどういう組み合わせがいいのかっていう、まあ、あくまで一例でね、お話をしていこうと思うんだけど、まず一番上、これが 3%×15 秒、ごとに 3% 獲得、要は、36% スタックする系統の装備3つプラス防御無視のバージョンと、オールその 36% アップの場合どのぐらいダメージ差が変わってくるのかなっていうのをちょっと表にまとめたんだけど、まず 3%×15 秒のやつ、一つと防御無視の 25% アップ、これって掛け算の状態、乗算の関係にあるので、数値的に言ったら 1.7 になるんだけど、この組み合わせの場合であれば、2つ 3% 15秒の分を2つつけた方が若干 0.02 だけど敵に当たるダメージが増加しています。ただ3つ目の装備まで、来ると、要は 3%×15 秒を2つプラス防御無視の組み合わせの場合は 2.15 なんだけど、36% アップか、なんか表現が統一できてなくてあれややこしいんだけど、これ3つつけた場合は 2.08 で逆転しちゃうんだよね。ここの段階で 0.07 の差が今度発生するんだけど、最終的にこれ計算していくと、エクリプスに関して言及するのであれば、この乗算の関係をうまく組み合わせた、4つね揃えたバージョンの方がダメージ差が大きくなるんだよね。 2.6 倍になるものと、2.44 倍になるものっていうものがあります。なんか表現的に分かりにくいかもしれないんだけど、まあ、要は最終的に、この防御無視の攻撃がメインソースになっている英雄に関しては、防御無視ダメージアップを一つ入れた方が最終的な、算出されるダメージ倍率は高くなるよっていうお話なんだけど、これに英雄でない敵に対して、ダメージがアップするルールのネックレスなんかを持たせると、よりその差が大きくなっていきますよっていうお話です。まあ簡単に、まあ単純に計算すると 0.24 倍、与えるダメージに差が生まれてくるよっていうところなんだけど、 0.24 倍って単純計算でいくと、HP95% 以上の時の 25% アップ1個分ぐらい、違うわけだよね。でこれらにまた羽の効果、ボスへの余ダメージ、非ダメージ増加、ボスの非ダメージ増加とか、魔法ダメージアンプとか、まあ、いろんなものが掛け合わさっていくと、それがね大きな差になってくるっていうのがなんとなく感覚的にねわかると思うんだけど、これが要は、魔導光学装備の追加スキル、敵に対して何パーセントダメージがアップしますよと、英雄でない敵に対しての異物の効果とかのこのバランスのお話になります。だから防御無視ダメージがメインのダメージソースになっている英雄に関しては、防御無視ダメージだとか、例えば、魔王カーセル使ってる人なんかは、これちょっと戻すけど、魔王カーセル使ってる人なんかは、この通常攻撃のダメージアップなんかも割と、運用する上では、重要度合いが高いかなって個人的には思っていて、魔王カーセルって超越でここね
通常攻撃のダメージが 50% アップするっていう、 S3 の効果時間中は通常攻撃のダメージがアップしますよっていう効果がついているので、このあたりうまく使っていけるかどうかによっても最終的に叩き出せるダメージ多分変わってくると思います。なんでうまいことその HP95% 以上の時、まあこれは短期決戦かな向けに、汎用性の高い装備になってるから、極力まあ正直個人的にはだけど 3% の15、12スタックよりもこの HP95% 以上の時の装備の方が私としては重宝するかなって思ってるんだけど、まあ掛け算、その乗算の関係をしっかりと理解した上で、通常攻撃ダメージが主になってるのか、防御無視ダメージが主になってるのか、あるいはもうそういう特徴が特にないんであれば、もう HP95% 以上の時の 25% アップを4つつけるみたいな運用がまあ一般的です。これがまあディーラーの考え方だよね。で、まあそれ以外にも特殊な英雄がちらほらいたりするよね。例えばローレインなんかは持続ダメージアップなんかもついてるんだけど、持続ダメージアップに関しては 0.2 倍になるからちょっとね微妙なんで、ね、0.2 っていうか 1.2 倍か 20% アップなんで、あんまり効果恩恵としては正直大きくないかなって個人的には思ってます。まあ計算すりゃ上回るところがあんのかな、組み合わせによっては上回る部分があると思うんだけど、まあ最適解かどうかって言われると結構難しいので、まあそのあたりはね、おのおの持ってる装備うまいこと組み合わせて一番そのパーセンテージが大きくなるものを選んでもらうといいのかなと思うんだけど、エクリプスに関しては極力そのウェーブをまたいだ時に攻撃力が上がるもの、あ、これね、戦闘が開始すると攻撃力 5% 増加しますっていう効果、これがついてるものをメイン DD には1個とにかく持たせておくといいのかなって感じがします。で、理由としてはなんだけど、結局4人編成で攻略をするエクリプスに関しては攻撃力バフをしっかりとかけられる組み合わせになってるかどうかっていうのがすごく重要になってきて、特に今のソルポン環境の中だと、まあディーラーの種類っていうか種族によっても多少違うと思うんだけど、まあ私のセレンなんかだとざっくり145万ぐらい攻撃力があるので、それの 75% アップってまあバカにできないよね。で、この上がる 75% アップっていうのはステータスには直接ここのねステータス画面には反映されてないものになっていて、いわゆる超越異物枠っていうところの、パーセンテージに足し算の関係で付与されます。まあ単純な話でいくと、この超越、1超越の一番左、攻撃力 30% 増加しますっていう効果に 75% が加わる形になるんだよね。15ウェーブ経った段階では 30% プラス 75%。要は、ステータスに対して 105% の攻撃力増加が見込めるっていうものになるので、余ダメージ増加効果ばっかりが最重要視されるわけではない部分もあるのかなっていうのが個人的な印象です。まあ8人編成とかになったらバフ環境がねしっかり整ってる人なんかはもう十分すぎるぐらいのパーセンテージに乗せられるんで、あんまりそういうなんて言うんだろう、攻撃力増加系統は意識しなくてもいいかなと思うんだけど、4人編成とか6人編成の時その編成によっては攻撃力バフがかけにくいなっていう人なんかはしっかりと、攻撃力バフが乗るような、装備、あ、こんなのも一つありかもしれないね。攻撃力 50% 増加しますってやつ、防御力が 25% 減少する代わりに攻撃力が 50% 増加する、まあこういったものもまあ自手として、最優先ってわけではないと思うんだけど、自手として選択肢の候補としては上がってくるかなっていう感じがします。で、反逆者クラウスに関してなんだけど、まあこの英雄に関してもね、まあどれがいいのって言われると難しいんだけど、エクリプスなんかで使うんだったらやっぱりまあ HP95% 以上の時の 25% アップ、あれはスキル発動時にやっぱり発動してないんじゃないかっていう話がたびたび出てるんで、まあ無難に15秒ごとに与えるダメージが増加する、このタイプと、これかな、防御無視ダメージ、かな、まあこれらをうまく、組み合わせてさっきの表、よいしょ、これだね。まあ、組み合わせ的にはこれが一番理想形になります。エクリプスに関してはね、これが一番理想形になるんだけど、まあこういう形で、一つは防御無視入れるだとか、一つはこの、3% の15スタック、12スタックか、36% アップのこれをうまいことを組み合わせて、まあ自身が持ってる装備の中で一番高い倍率になるように、組み合わせをしてもらうっていうのが、攻略のね一番いい方法になってくるんじゃないかなと思うので、まあそのあたりね、参考にしていただけたらと思います。まあ結構増えてはきてるかな。愛者もなんだかんだ持ってるし、まあ
イヤリングとかね、その辺でちょっと調整ができるかって言われると結構難しいんだよね。今ローレインは15秒3パースタックが2個で、攻撃力 5% の15スタックが1つと HP 95% 以上の時の与えるダメージ増加とかね、なんだかんだまあちらほら持ってます。うん、こんな感じ。まあディーラーに関しては自分が使ってるディーラーのね、その適切なポイントでその部位にね、ちゃんとその欲しい追加スキルが来てるかどうかっていうのはこれ人によって絶対違うから、あの真似できるかどうかわかんないけど、まあそういう感じでやってみると面白いと思います。まあ、ちなみに例えばの話なんだけど、レクイナに関しては運用の仕方によっては、このなんだろう、通常攻撃のダメージアップなんかも結構刺さるよって話だったので、ちょっと運用してみたいなと思って、まあこういう装備つけてみたり、いろいろ遊んでます。あと重要な追加スキル、ディーラー関連の重要な追加スキルに関して言及しておくと、これは私ね、残念ながら結構回してるんだけど、来てないんだけど、おそらく魔王カーセルに関しては、S3 のクールタイム原種を1個つけるだけで、多分 DPS かなり上がると予想している。うん。っていうのも、味方全体のクールタイム現象を、まあ、サポートにね、持たせて、発動させる。例えば、まあ、レハトナのスキル効果でもいいし、オーディでもいいし、MP がマックスになった時の味方のね、3% のクールタイム現象とか、まあ、いろんな効果があると思うんだけど、魔王カーセルって S3 発動中の火力がめちゃくちゃ高くて、逆に S3 発動しない時のダメージ全然伸びないから、4人編成とかでもし魔王カーセル運用するんであれば、ちょっと長期戦を念頭に置いた場合には S3 のクールタイム現象を多分1個つけとくだけでものすごく使いやすくなると思います。で、そのクールタイム現象の下りについて、まあいろいろお話をしていきたいなと思うので、まあどうしよう、レハコでもいいか、ちょっと見ていきたいんだけど、レハトナなんかはエクリプスに行くときに S3 のクールタイム現象をしっかりとつけておくと、使いやすくていいよっていう話が出るんだけど、じゃあ全部 S3 のクールタイム現象で統一するのがいいかって言われると、ここが結構ミソで、時間を計算してみてもらったらわかるんだけど、例えば一つつけてる状態のときに S3 のクールタイムって、これね、味方のクールタイムを減少させる効果っていうのを持ってるんだけど、これって結局25秒のクールタイムがあるから 10% で 2.5 秒なんだよね。で、10秒経ったら、戦闘開始から10秒経ったタイミングで、そこからひたすら10秒ごとに、2.5 秒ずつ減少していくんだけど、じゃあ4つつけたらめっちゃ早いんじゃないのって、10秒も減少するんだからめっちゃ使えるんじゃないって思うかもしれないんだけど、これスキルの残クールタイムが例えば5秒の時とかっていうのがよくよく起こるんだよね。で、そのタイミングで10秒減少しても、ロスが発生する可能性があるんで、個人的にはつけても、まあ、2つぐらいじゃないかなって思ってる。個人的にはね。で、わかりやすい例でいくと、ゾンビ型のラブリルを運用しようと思って、SE のクールタイムを、減少させようと思って、40% 分かな？クールタイム減少つけましたってしても、実はゾンビループ取れないです。25秒のクールタイムが、まずあって、スキル発動までに5秒かかりました。スキルを使ってクールタイムが発動するまでに1秒かかりました。ってことは、あと4秒したら、クールタイム現象が発生するよね。で、25秒のクールタイムが4秒経った段階、21秒かな。残りのクールタイムが21秒ある段階で10秒減少して、あと11秒だってなるんだけど、10秒経った段階、残りのクールタイム1秒なんだよね。で、そのタイミングで10秒減ったことになっちゃう。わかる？回せないんだよね。思ったようには回せない。これが、例えばだけど、パーセンテージが半分でいいから、5秒間でとかってなるんだったら、しっかりクールタイム現象をね、4つつけたら、十分な効果が発動できるんだけど、クールタイム現象、その SE のクールタイム現象を 4V 揃えたとしても、常時使い回すことはできません。どっかのタイミングで必ずクールタイムがそのチグハグになったり、例えばスキル使ってる間にクールタイム現象が発動して、SE 以外のクールタイムが減少して、SE はまだ発動中でクールが発生してないよっていうタイミングとかね。いろんなバランス考えると、ラブリル1体、メディアナ1体でゾンビ型の編成組むっていうのもこれ実際できません。常時発動は多分 100% 無理。だから、そのあたりのバランスを考えると、まあ、適切に1個か2個つけとくぐらいがいいのかなと思って、私はダラクフレイなんかは、SE のクールタイム1個だけ刺します。まあ、ダラクのシールドなんかが一番わかりやすいと思うんだけど、
持続時間が一応これ10秒プラス宝物の凸によって、私3凸なんだけど6秒間なんだよね。プラスで6秒でクールタイムが17秒、なんで1秒のクールタイムのその何ロスが生まれちゃうんだけど、そういうことが起きないように1個だけクールタイム原子を入れています。まあ S にないしは堕落の場合は S3 かなあたり入れててもいいかなと思うし、エヴァンなんかも一応ねクールタイム原子を一つかな、このエヴァンは。うん。入れてます。で、まあ、VP なんかの時にも、結構ね、その、反耐久とか、シールド耐久系統のパーティー組んでる人なんかは、結構違いがあるんだけど、これ私、PVP 用のエヴァンなんだけど、クールタイム現象が、二つかな？な、三つついてるね。三つついてます。これ4スキル使ったら大体もうちょっとしたらもう一回シールド展開できるかなぐらいの感じなんだよね。で、さっきも言ったけど、そのクールタイム現象を3つも4つもつけてもあんまり意味がないとは言うものの、PVP みたいに3回目4回目のスキルを期待しない、英雄に関しては、まあ3つぐらいつけとけば次の発動すごく早くなるから、結構なんか、純速攻型のディーラー運用してるんだけど、なんか半耐久ぐらい粘れるみたいな展開が作れるので、VP の時なんかは私はこういう形でやってます。あとはまあ無難にシールド系統の英雄に関しては自身が使用するシールド量のアップかな。うん。そのあたりつけとくのが無難です。で、攻撃力の増加系統とかが、まあヒーラー結構私集まってるんで、このなんだろう、タゲ取り用に、レイコンの指輪つけて攻撃力が一番高くなるような堕落フレイにして、攻撃力の一番高い英雄に対して突っ込んでくる英雄なんかは全部堕落フレイに行くように、私霊魂型の堕落フレイ運用っていうのをやってます。まあ耐久させられるように装備調整してもいいかなと思うんだけど、めんどくさいんで VP の応用でそのまま使ってたりします。まあざっくりイメージ的にね、私こんな感じで装備の方を運用しています。あとなんかおすすめあるかな。まあ、メインどころじゃない英雄に対して持たせる装備とかの話もちょっとしときたいかなと思うんだけど、なんかいいのないかな。うん。メイちゃんです。この戦闘が開始すると、攻撃力が最も高い味方の、敵に与えるダメージ量を、2.5% 増加させますっていうもの。こういったものも最終的に、いわゆる、乗算の関係。さっき、表に書いた、これに対して、例えば 1V つけてたら 2.6×1.02 かな。なんで、まあ、そんなに大きな数値差にはならないんだけど、それが、例えば 2V ついてて、1.05 とかになってくると、ちょっとずつ差が出てくるよね。1.05×2.6 は、こうなってくる。2.73 になるんだよね。わかる？ 2V ついてるだけで、ダメージ倍率的に言ったら 2.73 になる。で、これが 4V ついてたらどうなんのって言われたら、1.1×2.6 になるわけだ。こんな感じ。2.86 だよね。結構違うよね。って考えると、これは割と有効度合いの高い、追加スキルって言えるのかなと思うし、もう一つ、その攻撃力とか繰りダメが上がる系統のものっていうのがあると思うんだけど、これに関しては味方全体がかけてるバフの総量を比較してもらうのが一番わかりやすいです。例えばさっきも言ったように攻撃力が 5% アップするとかっていうのは、いわゎる異物とか、その 5% アップかける15ウェーブ分 75% アップとかと足し算の関係になるので、どっちのパーセンテージが大きいかによって判断してもらうのがいいので、まあそのあたりに関しては味方がね、例えばラブリルがいないとかレハトナがいない、グレンウィスの専用武器効果で、あ違う、パッシブの宝物の効果でクリダメバフがついてないとか、そういったものを基準に考えてもらって、例えば異物が王冠とか深淵の核、攻撃力アップ系統のものに寄せてある状態なのであれば、クリダメを乗せた方が、おそらく攻撃力っていうか最終的に算出されるダメージ量は増えるし、逆にクリダメ系統がしっかりとこう補強できる、プリシラとか、誰だ、グレンウィス、レハトゥナ、
ラブリル、このあたり使ってるパーティーであれば攻撃力アップの方がもしかすると恩恵でかいかもしれないね。うん、まあそのあたりも結局、さっきのね計算式みたいな形でどの部位を補強してあげると一番ダメージが伸びるのか、そのパーセンテージでいうところの伸び率なんかも、一つね検証してもらいながら、やってもらうと最終的にね、出せる火力っていうのが今よりも1段2段高くなるんじゃないかなというふうに思いますので、うまいことね組み合わせて使っていただけたらと思います。まあ、ちなみに私はね、全部カルゴリアしか回ってません。まだもう全然アスカロンとかね、あ、ジェイクフリードとか一切回ってないんで、まあ、とにかくディーラーの装備を集め、あとはシールド系統の重要ヒーラーだね、エヴァンとかダラクとかの装備がまず集まる、しっかりねもういろんな場面に適用できるぐらい集まってから、他のところに回っていこうかなと思ってるんで、まだね、誰だカルゴリアから卒業できてないんだけど、まあどうだろうな、魔王カーセルの S3 のクールタイム現象が1個とかかな、あとはまあちょいちょいね揃っては来てるんだけどいまいちだなーって思ってるところの部位とか、まあ、アサシンで言ったら15秒3パーなんだけど、この部位が一つもまだ来てないとかねここだけがまだ来てないんで、まあ、そのあたり、もうちょっとね、揃えてから、次のステージにね向かっていきたいかなと思っております。うん、まあ現状私がねやってるキングスレイドは今こんな感じでプレイをしております。また、これ気になってるんだけど、どうやってるみたいなのがあったら、まあコメント欄でも結構ですし、Twitter の DM かな、の方にいただけたら、動画にしやすい内容というか話をした方が早そうなものに関しては、動画でお答えしますし、そうじゃないものに関しては直接ね、文書でお返ししていこうかなと思っておりますので、お気軽にご相談いただけたらと思います。今回は以上です。ではでは。いや俺完全に大事なことを忘れてたんだけど、ちょっと VP に関してのお話をしとこうかなと思います。うん、でこれちょっとね運用の仕方によって全然話変わるんで何とも言い難い部分があるんだけど、 PVP のどっちかというと速攻パ運用の人に向けたちょっとお話をちょっとしときたくて、あの火力に特化させて運用する場合にやっぱりねオプション数ってすごく大事で、魔導光学装備では補強できないところのオプションとかっていうのがあると思うんだ。で英雄によってはなんだけど、例えば開幕速攻が仕掛けられる系統の英雄、例えばエゼキとかパベルンとか、まあわかりやすくあのあたりの英雄なんかは HP95% 以上の時の 25% アップなんかをつけとけばそれだけで火力ボーンと上がると思うんだけど、そうは言っても例えば命中だとか、速度、MP 回復関連、うんぬんかんぬんっていろいろな要素を考えていくと、なんともちょっと言い難い部分があるんだよね。オプション数がやっぱ限られちゃうから、宝物とかのオプション再研磨したりとかっていうことが必要になってきたりするんじゃないかなっていうのがあって。で、私、ちょっとね、いくつかのパターンで手を運用してみたんだけど、結論からいくと、半々ぐらいが一番オプション整えやすくて火力が出やすいなっていうのをすごく思った。今私つけてる魔導の装備って、これクリダメ 50% 増加と、HP95% 以上の時の敵に当たるダメージうんぬんってやつなんだけど、まあ、ごめんね、まだね、最大覚醒もしてない、なんか謎のね、こう命中型の指輪と、英雄制圧のね、2セットを一応つけてるんだけど、なんかすげえ不格好に見えるかもしれないんだけど、これがね、今ね、私の手を一番火力が出るんだ。で、それ以外でも、一応用意したんだよ。一応ね。HP の増加量が高いからさ、たまたま取り戻したリンクの指輪で防御貫通上がるなと思って、状態性と命中のオプションも来たし、これ使っとこうと思って、こういう感じでさ、組み合わせてみたんだけど、思いのほかっていうか全然火力出なくて、で、しかも耐久は微妙にできるんだけど、あんまりこう有効度合いが高くないというか、まあ、例えばこの攻撃速度が増加するとかってこういうのも、なんかね、微妙だった。すごく微妙。で、愛者に関しても、
私実はこれ HP95% 以上の時の敵に与えるダメージうんぬんかんぬんなんだけど、まあ、こんな愛者の方が全然火力出せるし、まあ、ローレインに関してはまあちょっとキャラクター自体がちょっと特殊なんで、まあ、こいつはちょっと一旦ほっとくけど、持続ダメージが上がる系統のやつ3つに、HP95% 以上の時のってやつにしてる。まあHP95% 以上の時の2つにした方が火力出るかもしれないけど、まあまあ私ね VP は割とちょっと装備実はビルド適当なんじゃないか説が、至るところでね飛び交ってるんであれなんですが、クリシャに関してはね、これあのテオと同じぐらい DPS が出るという噂のクリシャなんだけど、一応これも 95% 以上の時の 25% アップをつけてます。半々でなんだよね。まあ純耐久の人以外は、はっきり言って、全部魔導攻撃にした方が強いかって言われると、初速が絶対的に遅くなるし、オプション数がやっぱりちょっと足りないなっていう印象があるので、まあ、このね、半々ビルドが個人的にはおすすめです。一応ね、ディバも、今1の、じゃあ2小学の19まで来てるんだけど、まあ防御虫ダメージアップ系統で、グレソーで、クリダメ持って、防御貫通も一応持ってって形の、こういうディバなんかも、ぼちぼち運用していこうかなと思ってるし、まあ一番使いたいのはね、正直言うと、うん、これなんだ、この HP95% 以上の時の、エゼキ、これを使いたいんだけど、まあどうしようかな、宝物どっかから移転してこようかなみたいな感じで今考えています。まあ今正直オーナーの上位でエゼキ使ってる人多いから、あんまりなんか使いたい、逆になんか前に使う予定で育ったんだけど、結局使いたくねえなっていう気分に今なってきちゃってるから、どうしようかなと思いつつ、エピスか、まあ、エゼキどっちか、うん、ソルポンが次来たら、1個ずつ今持ってんだよね。で、アサシン枠のソルポンが今1個あるから、もう大手がかかった方から先に昇格しようかなと思ってんだけど、まあ、HP、開幕特攻型エゼキを作るんだったら HP95% 以上の時の 4V、つけたら多分だけど大体のディーラーは解けるんじゃないかなと、私はね今思ってるので、ちょっとやってみてえなと思いつつ、まあでもまだ出すには値しないかなと思って、温存しているところです。まあこれがね、私が個人的に思ってる速攻パ目線の VP 運用の話です。でまあオーナーに関して今季そこそこ走ろうかなって言っときながら、結局なんだかんだ週に1回ぐらいしか俺も走ってなくて、なんとも言えない雰囲気になってきてるんだけど、一応ね、チャレ一歩手前ぐらいまではなんとか、戻しました。今日もそこそこ勝率良かったかな。17勝3敗ぐらい。んで、なんとかね、マスター5じゃないわ。ロイマスの5、30番か40番ぐらいに今戻ってきてると思う。いや、みんな強いね、ほんと。あと、速攻系が嫌いな英雄とかみんなしっかり育ってんな、とかっていうのが、すごく、思うようになってきてて、うん。まあ、今日は勝率良かったけど、ほんとね、チャレ隊の中で走ってたりすると結構しんどいな、っていう感じがしました。ちょっと前、パッて見たら、もうマスター4、マスター3、違うな、ロイマスの3ぐらいまで落とされてて、あ、やってねえわ、と思って、最近ね、またちょこちょこやるようになったんですが、まあなかなかね、勝率が安定しないかな。まあ、窓怖くバリバリ育ってる VP 勢の人たちも多いし、なかなかね、そこに、こう、勝負していくってなると難しいかなと思う反面、私が負けてるの、純速攻パーの人がほとんどなんで、まあなんとも言えねえなっていうのが、現状の、状態です。耐久馬の人の方が、やっぱ私はね、戦いやすい編成を組んでいるがゆえに、なんだけど、まあ純速攻パーの人が嫌うね、逆にカウンターで私もエゼキあたりは出せるようにしてもいいかなと思いつつ、フルスがね、おネムネムという感じでございました。改めてまあ先ほども言いましたが、ご質問とかね、なんか思うところがあれば、DM の方にいただいたり、動画のコメント欄かな、いただけましたら、お気軽にねお答えしていこうかなというふうに思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。改めてこれにてお開き、また来週。